深玉チャンネルです。このチャンネルでは最近話題になっている時事ニュースなどをネタに雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。天丼ですね。天丼です天丼です。はいはい。漂白剤入りの水で食中毒、銀座店一、銀座三越店。9月18日、百貨店の銀座三越が、同館にある天ぷら店、銀座店一、銀座三越レストラン店で、8月末に起きた食中毒事故について謝罪した。漂白剤が入った水を誤って、客に提供したことにより発生したという。どういうことですか、その漂白剤入りって。いきさつ、説明しますと、はい、8月31日の夕方に、はい、経営コンサルタントの、はい、夫婦、はいはい、男性がまず旦那さんですかね、はい、席を予約した上で、うん、午後6時頃に、はい、ご夫婦で来店と、はい、でカウンターに案内されて、はい、奥さんが喉が渇いていたので、はい、氷なしの水を注文したと。はい。うん。で、水が来ないまま、はい。注文、はい。しまして、はい。で、飲み物、ウーロン茶をなんか頼んだらしいんですが、はい。その際にその、店員がね、はい。メニュー下げて、はい。厨房の方に行くときに、はい。まあ、改めて催促したと。はい。水持ってこいと。はい。うん。で、その後に、はい。女性店員が、はい。ウーロン茶と水を持ってきたので、はい。奥さんが水を一気に飲んだら、はい。まあ、水がおかしいと。これは何かな大統領ですけど。そうですね。はい。おじいちゃんや。バイデン大統領が公式ショップで顔入りマグカップを発売。2024年大統領選のための資金集めを目的とするバイデン大統領の公式ショップに、目からレーザービームを発する超人化したバイデン大統領をあしらったマグカップが、公式のキャンペーンストアで発売された。マグカップにはサングラスをかけた大統領の顔がプリントされているが、飲み物を注ぎ入れるとサングラスが消え、目がまるでレーザーを発するように赤くなる。そうですか。はい、今日はですね、ハートとかになるんですよ。なってもいいと思います。ハートになった方が良かったじゃないですか、これ。で、なんかツイッターとかで、はい、もうバイデン自身が、はい、PR してまして、はいはい、あなたはこれを買うべきだと思うとかって言いながら、はい、この飲み物を注いでるわけです。おじいちゃんは。その熱で、よくあるじゃないですか、その、はい、熱で。わかりますよ。色が変色したりとか、ね、あります、あります。で、あんな感じになってまして、はい私は丁寧にお願いするが、はい、彼はそうしないだろうっつって、彼っていうのがこのマグカップに書いてある、あ、はいはい、バイデンですね、はい、そうするとこのカップにプリントされたその彼っていうのが、はい、目を不気味に光らせるってことですね。あサイボーグバイデンって書いてある。おじいがね、サイボーグだったらもっとテキパキ歩くでしょうけどね。おじいちゃんもうちょっと倒れる倒れると思いながらね歩いてる姿見てて、この日はガンダイム号機を貫通しないですか。しないでしょう。まあ時折心配になるね。そうそう、おぼつかない足取りで、ね、階段からよくね、こけて落ちてますからね。ちょっとなんか怖いなと思ってますけども、はい、いつも犬ですね。ワンちゃんですね。犬ですね。違うんですかこれ、犬と。犬ですよこれ。キツネと犬が交配して生まれた種、発見の可能性。ブラジルのリオグランデドスル州の町にある動物病院に、2021年に車にはねられた動物がリハビリのために運ばれた。その動物はメスだったが、病院のスタッフは犬なのかキツネなのか判断できなかったという。その後遺伝子検査が行われ、この動物の染色体が76本あることが判明。キツネの74本と犬の78本の中間であることが明らかになった。そうなんですか。この個体がキツネと犬から生まれたと示唆されたそうだ。はい、ってことですね。ちょっと、じゃあキツネちゃんと、どっちがお父さんかお母さんか分からない、お母さんが、はい、パンパスギツネっていうキツネ。パンパスギツネ。パンパスギツネ、はい、はい。で、父親は不明だが、はい、飼い犬だっていうことですね。いや、
もうそんなちょっと違うものにね汁に手を出しちゃってパン粉、ね、で中型犬のようで、はいはい、まあ大きさが中型犬ぐらいですね。柴犬ぐらいですか、はい、で、はい、大きく尖った耳を持っていて、はい、長くて、ね、これは漆黒の鼻と、はいはいはい、はい、いいじゃないですか、うん、でこのパンパスギツネっていうのは黒い話です、ね、あ、そうなんですね、はい、で目は茶色で、はい、黒褐色の毛に、はい、白と灰色の斑点、はい、でこの、灰色なんですよ、そのキツネが、はいはいはい、あ、キツネ自体が灰色なんですね。で、まあ、お母さんが、はい、まあ、キツネで灰色だったのと、はい、お父さんは多分黒色だったんじゃないかって話。あ、じゃあ例えばお父さんが白かったりするともうちょっと違う色になるかもしれない、うん、あ、そうかもしれない、はい、ってことですね、うん、で最初は餌を拒否して、はい、生きたあの原種類、要するにネズミなんですが、あ、はいね、それは欲しがった、はい、たまあ野生でかにいる時はずっとそういうもんだったんですが、まあキツネは実際そうなんですが、はいはいはい、で、キツネみたいにあのケンケン言うんじゃなくて、はい、犬のように吠えると、合格したかな意味ありますけど、はい、違いますか作品タイトルは金の持ち逃げ、アーティストに返金命令。デンマークの裁判所は18日アート作品の素材として使うために美術館が提供した7万ユーロ相当、約1100万円の現金を使わずに代わりに真っ白なキャンバス2枚を金の持ち逃げと題して納品したアーティストイエンス・ハニング氏に対し一部費用などを除いて返金するよう命じた。どういうことなんですか。ですね、はい、ちょっと見にくいんですが、はい、右の写真、はいはい、これお金が貼り付けてある、これ受験番号じゃないんですか、すみません、はいはい、もともとこの、ハニングっていう、はいはい、人が、はい、アーティストのアーティストが貼ったんですか、これ、デンマークと、はい、オーストリアの、その年収の違いみたいなのを、はい、テーマに、はい、絵を作ったんですね、はいはいはい、それがその右の写真、あ、そのあのお金を貼り付けた、はい、はいはいはい、で年収分貼ってあるんですよ、うん、このあのハニング氏の、うん、デンマークでの年収ですか、一般的な、あ、一般的なね、はいはいはい、現金並べて、はい、デンマークとオーストリアの平均年収を表した、はい、絵を描いた。だからこれは左、この右の写真が、はい、どっちかわからないですが、もう一個だからあるんですよ。それはもっと少ないですね。少ないです。ちっちゃいんですね。そう。それで明らかにわかるようにしたと。そういう絵が、絵というか、そう、はい、そういう、まあ、皮肉の作品を作ったんです。芸術作品があったんですね。でそれを、はい、あの、改めてもう一回作ってくれと、はい、展示するんで。はい。うん、で、お金を用意して渡したら、はい、今度真っ白い金が全部ない状態、左の写真がそうですが、はあはあ、何面白いじゃないですかこれで、はい、タイトルは金の持ち逃げつって、はい、まあ、何にも払わずに金を使わずに、あ、いいですいいですめっちゃいいじゃないですか、なかなか面白い、いや面白い、お札を貼り付けてるアート作品、そうそうそう、そういうやつですね。あ、でこの真っ白のキャンバスは、はい、タイトルは金の持ち逃げそうっていうタイトルをつけて、ただのそのキャンバス泥棒屋ということですね、はい、そうそうそう、はい、返せと、ほんでそういうこと、ほんで早く返してくれと、はい、この間渡したお金を返せと、はい、おにぎりそうです、はいはい、おにぎりの嫌いなおにぎりの具不人気ランキング、運動会や遠足などでのお弁当に、また仕事やスポーツの合間の食事としても重宝されているおにぎり、皆さんにとって嫌いなおにぎりの具は何だろうか。今回は嫌いなおにぎりの具を不人気順にランキング形式で紹介。はい、そうですね、嫌いな具ですか、はい、30位まであります今回。そ、おにぎりの具ってそんなに種類ありました？まあ無限に作れますよ。まあまあ何でも中に入れたら嫌いですから、ね、梅干し一択って書いてあります、ね、梅干し嫌いなんですかね。いや、そうです、私は椎茸が嫌です。椎茸って椎茸がおにぎりの中に椎茸と何ですか、佃煮と思う、佃煮とか入ってても嫌です、あんま入れるイメージないですね、梅干しは嫌いか、そうなんですか、梅干し美味しいですよ、
私何が嫌うかな、おにぎり。まあ何種類かあって、何種類かあったらこれは手に取らないなっていうところでしょうかね。昆布と明太子とチーズオムレツ結構ありますね。チーズオムレツってね、コンビニのおにぎりだと。あ、そうなん、あるんですか、チーズオムレツとおにぎりが、ね、じゃあそれです私。これはまず取らないです。チーズオムレツはまず取りません。嫌や、まあ、はい。はい、2時間もありましたが、割とは2時間になってます。そうですね、はい、今日割とね、普通の時間9時に始められましたね。そうでしたね、はい、これもね、ニュース、そのランキング入れて10個ありましたから。あ、そうですね、はい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 。え、あ、そうですね、はい、前半5個やって、うんうん、後半この公開配信5個やってました。はいはいはい、まあ良かったです、それだったら、うん、はいはい、ということですね、はいはい、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、先生、うん、お疲れ様でした。どうもありがとうございます。次回また水曜日になりますが、うん、はい、はい、あ、ちょっとね、はい、来週わかんない、水曜じゃないかもしれない。あ、じゃあ振り返る可能性がある。そうですね、はい、はいはいはい、まあ、またその時教えていただければ。はいはい、こっちもあのニュースの予定組むのに、はいはい、はい、数揃うの大変なんで、まず早めにちょっと教えてください。はい、すみません。はい。はい。ということですね。はい、はい。はい、皆さん、本日も長いことお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。はい、おやすみなさい。ありがとうございます。お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。